し歌がとてつもなく下手なのでやってみますけど、皆さん怒らないでください、下手です。はい、勝手に入ってるっていうか、なんか応募してくれました、応募してくださいました、優しいマネージャーさんが。そう、 C ランク限定なんで、私新人なんで。あ、その前にね、アップルウォッチ買いました。なんかアップルウォッチ買いました。東京タワーから飛び降りるぐらいの気持ちで、5万円ぐらいのアップルウォッチ買ったんですけど、はい、東京タワーから飛び降りるぐらいの気持ちで、東京タワーから飛び降りるぐらいの形でアップルウォッチにを買いました。今日かっこいいでしょ、ナイキのアップルウォッチなんですけど、私寝る前に、お金持ちじゃないです、ないです、これやめてそんなこと言うの、お金持ちじゃなくて、私ゼストの時から140位になったよ、なんか知らないけどなんかね、はい、じゃあその連絡が来ない、なんか来て返信できないと、返信できないと怖いと思ってしまうタイプなんですよ、私。なんか例えば寝てる間に、私早寝早起きなので寝てる間にスマホ横に置いてて、なんか連絡来て見れなかったら怖いっていうぐらいの癖がついちゃって、 SK に入ってから。でもなんかスマホをそのままずっと見てたら治らなくて、ちゃんと寝ないといけないのに肌荒れもしちゃうから、アップルウォッチをずっと手につけてたら通知も来るし、電話も急に来てもなんか目が覚めて YouTube 見ようってならないので、アップルウォッチをその家族のために、家族のためっていうか体のために買いましたね。アップルウォッチなんか歌えます？カラオケ？何？あ、なんかファンサとかあるんだね。とっとこハム太郎とかあるよ。すごいね。ちょっと待って。ファンサだって。ファンサ見る？全然違うね。ファンサってあれですか？好きになってもっとってやつですよね。あれ、まあ一応この前までアイドルだったんで、歌いますか？これかな？はい。これ、どうやるの？どうやるの？どうやるの？わかんない。え？みんな。え、わかんない。みんなどうやって流してんの？あ、こういう曲歌っていいよってこと？やり方教えてください。3じゃないよで選んだ曲は歌えないけど、え、じゃあもう自分でさ、なんかさ、もうみんなこれ多分ボール投げてくれたらイベントできるから、なんか自分で好きな曲歌えばいいんじゃねと思うので、なんか好きな曲歌いたいと思います。みんな 何を歌ってほしいですか？あれですね、ちっちゃい頃にディズニーの曲が好きだったんですよ。なんかアリエルの曲歌ってほしいって言ってる人がいるので、今日は社長さんも見てないことですし、アリエルの曲を歌いましょう。皆さんこれはアカペラになります。なので皆さんもアカペラです。誰も見てないよね。見てる！よく見て、素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私。
囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた。何に使うものかも知らないの名前も。ねえこれ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か。人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩くなんて言った？あ、足ヒレじゃ遠くへ行けない。足がいるわ、踊ったり散歩したり。どこを歩くんだっけ？道歩いて走って、日の光浴びながら自由に人間の世界へ。何でもあげるわ、ここを出て。赤い砂の上で眠れたら、陸にはいないわ。あんなわからずやわ。私は子供じゃないのよ。わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん。なぜ火は燃えるの？教えて。いつの日か陸の世界の果てまでも。行きたい。人間の世界へ。ああ、恥ずかしい。これちっちゃい頃歌って、何でしたっけ、事務所受かったことがあるんですよ。なんか歌を歌ってくださいって言われて、え、歌ですかってなって、歌を歌っ、ちっちゃい頃に大好きだったリトルちゃちゃまるです、リトルマーメイドの曲を歌ったら、一発でこの子歌歌えるねみたいな感じで、なんか事務所入れたっていう裏話がある曲です。イエーイ。40の9になりましたね。571位から。はい、じゃあね、皆さんね、何か歌ってほしいものありますか？うん、本当にね、社長さんはなんで見に来るんですか？あー、もう明日社長さんに会う予定があるんですよ、多分ね、多分社長さんにちょっと会うんですよ。どうしたらいいですか？明日下手だねって言われたら、もう下手って言えないよね。じゃあどうします？カラオケにある、なんかね、このカラオケ触れないの、なんかね、私歌わせてもらえないんだけど、歌わせて、歌わせてよ。え、歌わせてくれないの？あった、歌える歌える、歌えた。私が知らなかっただけだ。歌えるね。なんか歌う？ね、何歌おっか。ファンサっていう曲歌ってみる？ファンのみんなこの前好きだったから。いや、もう本当にこの曲さ、可愛いんだよね。でもね、歌えないの。流れた？ねえ、流れてる？うおー、怖い怖い。好きになってずっと私を見て、ずっと恩返しは愛のこもった投げキスで。あー、すごい。気のせいじゃない、目は合ってるよ、カッとつく
張ってる。みんなもう社長さんに見られてしまいましたよ、私の変な歌声を。ファンのみんなだったら、ファンのみんなにだったらさ、何でも許してもらえるじゃん、スキャンダル以外は。でもさ、社長さんに見られるとさ、私ちょっとしんどい。アリエルだよ。ちょっとお茶入れてきた方がいい？あ、大丈夫です。音問題はね、ここちゃんとしてるところ選んだんで、お茶入れてくるね。はぁ、社長さんミラーボール投げてたんですか。あ、明日会ったら、あの、土下座しないといけない。歌が下手でごめんなさいって言って、これ歌なんか歌っといた方が、なんか571位から26位までいってるのは皆さんのおかげなので、あの、10位までいきましょう。皆さん1時間で、あの、皆さんがもしですよ、もしお金に余裕があってギフトを投げれるのなら10位まで行きましょう。はい、これは一応私のプライドです。なんか歌いましょう。何歌います？なんか歌う？他にね、ね、なんかあるかな。なんかね、私流行りの曲知らんです。へっ、ちょっと流行りの曲知らんのだわ。あ、シルブプレジデントとか、みんなこの曲さ好きなんじゃない？わかんない。はい、私は歌える。ロマンスの不祥事に重なる不祥事に18になった。なんか YouTube で流行ってるよね。私の声に合わないけど。先生、私が大統領になったら人の男にちょっかいかける女は島流しにします。先生、私が大統領になったら、いや、ただの友達だよってごまかすやつはへそから電気を流します。先生、そんなにクローズ男とトンクライ夜ずせって敵にリサーチだ。大嫌い、しょうがない、クズは病気ね、バイバイバイ。ケリクライサー、金年生、何もないけどさばきたいでしょ。ダダダ大統領になったらね、まずは君を構えるね、濡れたタオルで洗い洗い吐かせるね。誰ですかあの女、何ですかそうですか、ロマンスの不祥事逃がさない、
と働けなくしてやります。先生以下略、いや向こうが強引でさっていう男の口にはレジンを流し込んで固めてやります。さあまるでドンバンキドリスキャンだよ、ママママさん子たち最初の日に少しね、愛はない理由じゃない、悪くないのね、はいはいはい、ケアしたの生きたさ、何もないとか理由ないでしょ、ワンダダダダ芸能人のスキャンダルの曲でしょ、歌うのやばいよね。てか瀬山さんなんで聞いてるんですか私の曲をやめてください。あの私は歌が下手って知ってますよね。なんかないかな、なんかもうわかんない、みんなが歌ってる曲は何があるんだい、え知らん、え何この曲、君のな何これ、お邪魔女カーニバル、うっせえわ、あーねーいっぱいあるね、花水木とか。私これねなんかね歌わせられたことあったよ学校で、だからね覚えてないの、覚えてないけど8位になった、8位になった学校で歌ったことある。水着は招き来てほしい。
けて白い方は開けて社長さん、あのもう見過ぎです、見過ぎです。明日いじられるんだろうな。エビエビちゃちゃまるです。そう、5位来たんですか、私が。おお、すごいね。なんかさ、何の歌歌ったらいいと思う？もうわかんないんだけど。なんかわかんない、わかんないよ。ハニワの曲って何か、ちょっと私わかんない、何を歌えばいいの？ヒロイン育成計画とか、そういう感じのやつ、そういう感じの曲を歌えばいいの？なんかさ、全然さ、この前さ、昨日さ1800人ぐらい来たじゃん。今日それの半分もいかないし、それ以下なのにさ、なんでこんなに上に行ってるんだろうね。なんかうっせーわなんて歌わないですよ。うっせーわを歌ってる、うっせーわの方がうっせーわでうっせーわを歌えるんですよ。何のことを言ってるんだろうね。私はヒロイン、なんだったっけ、なんかないのかな。ハニワの曲って何かありませんでした？なんか全然ないんだね。あ、あった、あったよ、あったよ、あったあった。これ歌う？これ曲歌う？社長さんに見られてるところで、私もバイト探し、採用ないし、
ですね、私のファンも喉痛えよ。喉まだ32分しか経ってないの。あのちょっと、もう無理、もう歌えない、もう歌えないよ。みんなさ、なんかこんな曲歌ってほしいとかあります？もう頑張るから、もう歌下手でいいや、もう歌下手でいいわ、もう歌下手をもうこれ披露し続けてきたから、もう社長さんに、ありがとうございます。社長さんにも歌の下手さを披露したならもう何も怖いことはないです。社長さん、何か一言コメントはありますか？社長さん、何か一言コメントはありますか？ひっ、もう私は無理だ。ちゃちゃまる助けて、エビになりたい。天引き、天引きされるの？あ、後で請求される感じ。メリさんのひつち、はいひつち、はいひつち、メリさんの歌ってほしい曲を考えてるんですね。あのちょっと待ってください。あの私その曲知らないかもしれないですよ。私、なんかね、ちゃちゃまるはエビフライみたいなのがついてるんだ。可愛いでしょ。月曜日の憂鬱。あー、ちょっと待って、社長さん何の曲言うのかな。社長さん、私の声に合ったやつにしてください。え、10月無口な君を忘れるわ。何その曲。あ、トリセツね。あー、なんか社長さん かわいいですね。皆さん、皆さん、社長さんトリセツあるのかな。おっと、こわ、歌えるかな。なんかね、苦手なのこの曲。私は取り扱い説明書はないです。あの怖いコメントを言わなければいいよ。
そういうこと。あ、そう。自分の声が聞こえる。怖い怖い。あ、自分の声がとてつもなく嫌いだから怖いですね。終わったよ。みんな終わったよ。歌い終わったよ。なになに、もう4位なんだ、すごいね。すごいすごい、みんなすごいすごいすごいよ、すごいみん、いや、ちょっと待ってください、須山さん、ちょっとギフト誰が投げてくれてるの。須山さんでしょ。あ、初見さんの方も投げてくれてる、ありがとう。またそれも須山さんでしょ。あ、初見さんの方が投げてくれてる。あ、初見さんの方が投げてくれてる。初見、みんないつも私がね、知ってるファンの方々、もしも須山さんが投げてくれてる。あ、ありがとうございます。須山さん4回ぐらい投げてますよ。あのね、スイート19、わかんないな、私その曲知らないな。私のね、領収書がまだ届かないのよ今、って時間を見たんだけど。ネガイちゃんの声、ネガイちゃん、ネガイちゃんの声好きですか。ありがとうございます。何かな、可愛くなりたいとか歌います。何がいい、可愛くなりたい。可愛くなりたい歌います。私可愛くなりたいんだな。私可愛くなりたいので可愛くなりたい歌います。うえ泣きそう。誰だって可愛く変わりたいんだ、知らない顔しても意識し合ってる、背伸びしたメイク時々だけど、気づいてくれなきゃダメなんだから。お茶を飲みます。嫌だ、須山さん1位にいるし。誰が好きだとか付き合ってるとか、流行りの服とか期末試験とか、毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。めんどくさがり屋でちょっと人に泣かされる、隠し事だってあって、普通に喧嘩もして、悩める少女は王子様を見つける。おはよう、だって勝負なの、合わないかして、好きで好きでたまんなくて、あ、嘘ついた、香り付きのリップも覚えたてメイクだって、朝昼は一日中、あ、君のこと考えています、想像だってしちゃいます、会えない時間に負けない、可愛くなるから見つけてね。植えてちゃった。
じゃん。仕事大丈夫ですか？こっちが心配な。間に合った、こんにちは。はい、次。みんな社長さんと深井家のミラーボールとギフト戦いが始まってるよ。次のさ3位までさあと何ポイントなの？2961ポイントなの？みんな頑張ろうね。なんか歌える曲あるかな。みんななんか歌ってほしい曲あります？あと私知らない曲多いよ。わかんないな曲。なんかわかんない曲流れた。現在940021011010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 0
今4位に来ました。ありがたい。社長さんが1位にする、やめてください。イコールラブ、イコラブってテッテレッテレッテキュンキュンってやつですよね。歌えるかな。なんかね、イコラブはね、ヨコニャンが好きなんです。イコラブ、なんだったっけ、なんかずるいよずるいねみたいなやつあるよね。私ね、イコラブは知らない。イコラブずるいよずるいねぐらいしか知らないんですけど、この曲めっちゃ難しいよね。ずるいよみたいなやつでしょ。これ歌ってみる。歌ったらみんなミラーボール投げてくれる。こんな気持ち二度とないでしょう。月はゴール知らずに走る。ありがとう。あ、ダメです。これやめときましょう。全然知らないです。この曲。やめてやめてやめて。ちょっと本当にダメでした。はいはい、みんな一旦忘れましょう。はい、本当にダメでした。知らないね、みんな。みんなちょっとわかんないな。ダメだ、これはちょっと私の得意な曲じゃなかった。うん、何この曲。これを歌ってる女の子たちは多分天才だと思います。忘れました。うん、あー忘れた。ちょっと、あ、みんなアップルウォッチ買ったよ。東京タワーから飛び降りる気持ちでね、今日買いに行ったの。あれ歌う？なんかさ、あのカラオケじゃなくて、なんかこれ多分ミラーボールやればさ、順位上になるじゃん。今の私じゃダメなんだ、みんなの前で歌ってあげる？みんなが投げれば多分上に行くから、今の私じゃダメなんだ歌います？生歌です。じゃあみんな投げてください。あ、可愛かった、ありがとう。いやー、 CM が流れた。やめてよ、びっくりするから。なかったの、カラオケに。今ね調べたけどなかったの。今の私じゃダメなんだ、前から分かってたけど、どうすればいいんだろう、どこへ歩いて行けばいい。
自分自身ないのは誰だってきっと同じだよね。だけどいつも落ち込んじゃう。弱さを克服しながら生きるなんて簡単じゃない。ジタバタしてもがいてるんだ。前の誰かと比べるよりも新しい空の下歩いて行こう。今の私じゃダメなんだ。胸の奥が叫んでる。涙なんか流したって意味がない。今の私じゃダメなんだ。前から分かってたけどどうすればいいんだろう。どこへ歩いて行けばいい。これ3位になれるといいね。途中で諦めるのは過去の自分否定すること。負けたようで悔しすぎる。いいことばかりじゃないけど運のせいにしたくないよね。日差しだっていつかは当たる。周りがみんなキラキラしてる。太陽の向きなんか気にしたくない。今のままではダメなんだ。考え方変えなくちゃ。私だって何か絶対できるはず。今のままではダメなんだ。努力に限界はない。がむしゃらにやるだけやる。もっと高みを目指したい。どこまで先にいたとしても満足できない。夢は欲張り。今の私じゃダメなんだ。胸の奥が叫んでる。涙なんか流したって意味がない。今の私じゃダメなんだ。前から分かってたけどどうすればいいんだろう。どこへ歩いて行けばいい。自分の声全然分かんなかった。自分の声全然分かんなかったんですけど、なんか社長さんに歌うまいねって褒めてもらえたまんまで歌えたか分かんない。はい、疲れました。疲れました。はい、疲れましたね。あのドレスはね、今事務所にあります。なので送ってもらいます。またなんかさっきさ夜遊び歌ってくださいみたいな、夜遊びさんのなんか夜にかけるを歌ってくださいみたいな言ってあったんですけど、夜にかける私マジで下手よ。元の事務所です。ゼストの方に送ってあります。夜にかけるは本当に下手。それでもよくて、あの3位になれるなら歌いましょう。3位になれる。みんなに、あ、須山さん何か投げました？
投げてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。そう、これねめっちゃ難しい曲なんだよ。先にお茶を飲んどかないといけない曲だと思う。めっちゃ下手くそだけどごめんね。お姉ちゃんから教えてもらった曲なのこれ。それまで知らなかった。初見さんこんばんは。なんか人気だよねこの曲。沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に沈むように。ギフト投げたりしたら順位が上がるらしい。すごいよね、結婚してって言われてる。嫌です。
メだよこれ、本当にダメだよ。本格的に願いファンになってください。あのね、この曲私選んじゃダメだったと思う。なんか他に歌える曲あるのかな。ディズニーの曲歌う？なんかね、ディズニーの曲を流せないけど歌えばいいんじゃない？アカペラで何の曲な、ラプンツェルとか？今の私はダメなんだ、流しちゃった。今の自粛期間のやつです。いいや、今日は長めにショールームやりましょう。サインになるまでショールームやる？いいよ。毎日早起きしてるんだ。22時まではね、私起きてられるから。なんでかっていうと、22時に寝るっていう決まりを作ってるんですよ。知ってますか社長さん、22時には深い願いは寝るっていう掟を作ってるんです。社長さんがコメントしないから本当に怖くなってきた。社長さん、私がちっちゃい頃からラプンツェル好きなんですよ。こんばんは。パー、うん、パスカルがこんなとこに出てるわけないわよね。ミッケ、これ私の22勝ね。そうだ、45回勝負ってのはどう？うん、そう。じゃあパスカルは何がしたい？あー、外はダメよ。塔の中が好きなの、あなたもでしょ？ねえ、そんな顔しないで。ここも結構いいところじゃない。もうセリフまで覚えてますからね。あ、ちっちゃい頃から好きなんですよ。今日もいつもと同じ朝、もう切れ掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギター編み物、料理をするの、たまらない毎日。声優はしない、わかんない、わかん。昼間はパズルにダーツにおやつ、いたずらバレー、そしてチェス、やりきもの、それからキャンドル作り、ヨガに絵画運動、裁縫、同じ本を読み返して、また絵を描く、もう飽きたわ。一人部屋で長い長い髪を溶かしながら考えてる、私のこんな暮らしいつまで続くの。明日は光が夜空飛ぶはず、綺麗よねきっと、私の誕生日、外の世界を見に行きたいのっていうね。私はラプンツェルがすごく大好きでした。はい、ちっちゃい頃から。知ってる中で最も時代が古いと思う曲歌って。残酷な天使でテーゼとか。歌下手だよ私。本当に何か一言だけでもいいからコメントしてください。本当に怖くなってきた。なんか
なんか怖くなってきた。ちゃちゃ丸のエビを潰してしまいそうです。うう あ、オーロラ姫ですか。オーロラ姫の歌はね、私歌えないんよね。なんだったっけ、残酷な天使のテーゼ。ギンギラギンギとかだったりしてるよ。ギンギラギンギさりげなくとかだったりしてるよ。一番古い曲、お母さんが好きだったから。マッチ、え、社長さん、社長さん寝た寝た寝たほんと怖いから、ただ壇上にいるだけが一番怖いんです、本当に。そうなんですよ、社長さんね、風邪ひいちゃって喉が痛いっていうのを聞いたんですよ。本当に心配です。大丈夫ですか？生きてます？寝た？寝たかな？寝たね。うん、おやすみなさい。え、じゃあ歌わない方がいいんじゃない？青い風が今胸のドア
にはなかなかなりませんね、みんな。3位にはなかなかならないね。やっぱりあれかな、5万ポイント差てか574位から571位から4位まで来れてるのがまず奇跡なんですよね。うん、10位までってなんか思ってたんだけど、なんかないかな他。シエマさんが寝たからゆっくりした曲でも歌う。なんかね、可愛い曲がいいよね。ママ誰もいないじゃないか、悲しいな。ママとか言ってるけど、ももとかさ、ただいまって言ってさ、いないんだよ誰も、悲しいな。ハニーは、月曜日の憂鬱歌う？あ、ないね、なかったわ。残酷な天使のテーゼはさっき歌ったからもっと見るで、気まぐれロマンティックとか歌う？あ、この曲昔の曲だわ、みんな知ってるかな。
ればいいね、みんな。みんな頑張り、あ、まあ、行けなくてもいいよ。だって571位だよ。そっから4位はすごいからね。ハローとかあるかな。なんかね、私映画の曲がすごい好きで、買うかないな。ピーチとか、ダメだな、ないな、ダメなんだね。なんかないかな、もっと見るで。風になる？なんか聞いたことあるぞこれ。無理だったらすぐやめるね。あれじゃない？なんだったっけ？あれの曲だよね。私がちっちゃい頃に猫の恩返しの曲？あ、猫の恩返しの曲。一人
か、なんかあるかな、いつも何度でもとか。なんか須山さん寝てるもんね。あるあるある。私の歌は社長さんね、多分寝てるんじゃなくてね、みかんちゃんとあの戯れてるか、多分ねお仕事してらっしゃるか、風邪で疲れて寝てるんだと思います。あの須山さん忙しいからね。でもずっと壇上にいるの。あーミラーボールありがとう。これ前の耳にいるの？ちょっとこれね、長く待ってね。みかんちゃんは恋人じゃなくて、あのあれです、みかんちゃんは恋人じゃなくて、あのインスタグラム見たらわかるんですけど、猫ちゃんですね。須山さんの猫ちゃんです。かわいいかわいい猫ちゃんです。なんか他にあるかな、歌ってほしい曲。私は最近
あれあるかな、あの曲歌いたいな、私が頑張って。これ秋元さんが書いた曲だから。あったあったあった、アイズワン、アイズワンの好きになっちゃうんだろうっていう曲があるんですよ。この曲私上手くないけどめっちゃ好きなの。 TGC の時に辛かった時にめちゃくちゃ新幹線の中で聴いてました。あんなに頑張っこう思うような結果出せない時、落ち込む君に私なんかちょっと歌いすぎたからちょっと休憩するんだけど、私が TGC の時にすごいランク争いだったの。しかもなんか8期生で同期、私8期生だったんですけど、同期でなんか争いをしてて、私も基本争いこと大嫌いなんですよ。なんか誰かとなんか喧嘩するのも嫌いだし、誰かと何かをするのって嫌いだし、まあ、そもそもなんか対戦系ってだから野村美桜ちゃんとかすごいと思って できないんですよね。それでもランウェイに立ってみたかったからやったんですけど、こう同期との戦いってこう同期がいるから、なんか同期で受かったからこそなんかうーんみたいな感じで、なんかすごい辛かったんですよ。でも立ちたいし、で毎日お風呂の中で毎日泣いててっていうので、そうでもなんかみんな味方だよって言ってくれて、私アイズワンが好きなんですけど、その時になんかポーポーポークはミーミー味方っていうやつのやつが書いてあって、それを聞きながら新幹線でなんか泣いちゃいました。そうだからもっとなんか争い事が減って いけばいいなと思います。まあ競い合う業界だから仕方ないよね。ゆっくりちょっと喋りましょうか。こっからはみんなあのミラーボール投げてくれても全然大丈夫。ミラーボールぜひ投げてください。ちょっと心拍数見ようかな。ちょっと疲れたな。切磋琢磨ねしなきゃいけなかったんだけど、目が疲れてきちゃってる。これ明日ね、一応ね瀬山さんに会うんですよ。私ちょっと事情があって瀬山さんとかマネージャーさんに会うんですけど、その時になんか今日の曲を聞かれてたと思うとなんかすごい恥ずかしいなって思ってます。
ねがいちゃんがパワーを送ってくれてありがとう。 お手紙おめでとう。皆さんにね言おうと思ってたんですけど、すごいいっぱいねハイライトを消したり、インスタグラムのハイライトを消したり消さなかったり消したり消さなかったり消したり消さなかったりをずっと続けてたんですよね。あれちょっと画像事務所の方がすごいそのデザイナーさんがわざわざ作ってくださって、それを上げ直してて、文章もどうするってみたいな感じだったのでこうやったんですけど、ごめんなさい何回もインスタグラムのストーリー消しちゃって、ぜひね皆さんインスタグラムとかプレゼントとかお手紙ねがいちゃんに読んでほしいよとか、多分限度金額とかがもうないので、 SKE は1万円までだったんですけども、限度金額っていうものがないので、まあねがいちゃんにお手紙送りたいよとか、ねがいちゃんとお揃いの服が着たいなとか、ねがいちゃんにこの服着て写真撮ってもらいたいなっていう方とかがいたら送っていただけたら、事務所の方々が開封してくださって、私に渡してくださるので、ぜひ現金入ってきたら面白いですけどね。はい、ぜひぜひ皆さんプレゼント送ってください。私もそしたらファンの人がいるのかなって思いますし、安全靴はダメですけど、そうなの、だからなんかすごい、金券さあわかんない、明日須山さんに聞いときましょうか。なんかさ何の曲、私英語が歌えないんだよね。準備できたらプレゼント送るね。婚姻届もまあ送り放題ですよ。初見さんこんばんは。何がいいかね。よいしょ、今日はですねこれぐらい、近所の方に怒られちゃうからこれぐらいにショールームはしたいと思います。後ろのパンダがじわりますか。見て、今日このアップルウォッチを買ったんですよ私。ナイキのねアップルウォッチを買って、なんかセブン版みたいなやつを買ったんですけど、なんかずっと須山さんいるのに寝ちゃったのかな。そうです、シリーズ7を買って、でもなんかね手首、なんかどんなケアってもね、なんか手首にかあんまりなんですよ。高かった、5万円ぐらいするから東京タワーから飛び降りる気持ちでちょっと貯金から頑張って払ったんですよね。今日はちゃちゃ丸の姿で、いつ充電するの、まだまだ充電足りてるのでこのまま今日は3000円のスマートウォッチです。腕に合わないっていうか、なんか私の腕って極端にすっごいね他の人より細いんですよ。わからないと思いますけど、すごい骨張ってて細いのでちょっと痛かったりするんですけど、今日はもう寝ちゃおうかなと思って。カラオケ配信ありがとう、いいですよ。なんかね逆に4位まで連れてきてくれてありがとうございます。なんかねボイトレとかはしてないです。私の専門がボイトレとかそっち系じゃないので、俳優系なので、ボイトレとか演技のレッスンはしてるんですけど、メールの通知来るからねすごい便利なんですけど、
腕が抑えて、でもねこれがかっこよかったので、なんかねそう今日はいっぱい大変だったんですけど、みんなあのギフトを投げてくれて本当にありがとうございました。なんか1332人の方も、あ今日はスクショタイムしましょう、来てくださってありがたいなって思いました。なんか1332人も来ないと思ってて、本当はあの私もう SK を卒業して1から始めるんですよ。だからもう SK とかそういうのなしにして、なんかもうなんか SK のしがらみにあんまりとらわれずに、 SK の話はやっぱりしてほしいっていう人がいるのでしますけど、 SK にあんまりしがみつかずに頑張っていこうかなっていうか、よくいるじゃないですか、なんか SKE の暴露とか48の暴露とか、例えば有名になってするとかあると思うんですけど、しないといけない時はしますけど、そんな悪いこともないですし、そういう系にはあのなりたくないなって私は思ってるので、なんかゼロから始めようと思ってたんですけど、やっぱり3000人とか2000人ぐらいSK をやってて来てたあの人数が新しいアカウントになった瞬間にやっぱり急に557人になったりとか、やっぱ1343人でもありがたいんですよなったりとかして、内心ちょっとフォロワーも減りましたし、ツイッターのなんか悲しいなとか思ったりしたことはあったんですけど、なんかゼロから始めなきゃこの世界、なんかいい意味で、なんかいい意味で SKE をお話しするのはいいと思うんですけど、なんか自分をこうどんどん売り出すために SKE を使うっていうのは私はやりたくなかったので、ゼロから始めました。はい、これからも SKE のこのアカウントがどうなっていくかわからないですけど、大丈夫かな、いろいろ頑張っていこうかなと思うんで、この1350人の方ぜひね、あのショールームフォローしてください、このアカウント。そしてインスタグラムとツイッターも最近頑張ってね写真も上げたりしてるので、ぜひあのフォローしてくださると嬉しいです。今はねオーディションとかそんなにバンバンあるわけじゃないですし、オーディションもすぐ受かるわけではやっぱないので、どんだけ有名な人でも落ちるんですって、オーディションって。今すごい有名な人でも昔すごい落ちてたから、私なんて落ちるに決まってるじゃないですか。だからー頑張るしかないなって思ってるので、それの間にできないことってあるじゃないですか、その間にできないこと、その間だからオーディションで書類審査でやっぱ落ちてるんですって。どんだけ今すごい有名な人でも書類審査200個ぐらい落とされましたとか、あ推薦コメント読みました、みんな推薦コメント書いてくださいなんかあって、やっぱり同じ人もいるんだと思って。でもその間何もしないっていうのもダメじゃないですか、怠けて何もしない。確かに私ショールーム休む時あります、体の限界が来て休むとか、やっぱり東京に来たので体がやっぱついていかない時とかもあるんですよ。あとは休みを取らないといけないよって言われてるので休みは取るんですけど、それ以外はツイッターも SNS 関連ショールーム関連はやっぱりやっておきたいなっていうか、努力は絶対に、そういうなんか待ち続けるよりかは何かをしといた方がいいかなと思うので、今回できるだけやってるんですけど、質問があったんですよ。なんかツイッターのアカウントのなんか当て字みたいなやつがなんか最後に何々48って今でもついてるんですよね、ツイッターとインスタグラムが。それの理由をすごいみんなが聞いてくださる方がいる方がいたんですけど、あれはあのゼストっていうね SK の事務所のお偉いさんとあのお会いしたんですよ、私が卒業前に。で卒業のこととかいろいろ話した時に、ちゃんと芸能界続けるんだから、あの芸能界続けるんだからツイッターと SNS はそのまま渡すよと、引き継いでいいから、こうあれ変えちゃうとフォロワーもいなくなっちゃうので、あの引き継げるようにもうそのまんま渡していただいたので、
あのちゃんと理由48じゃないですけども理由があってこう引き継ぎをさせていただいてるので、あの嫌だなって思う方もいると思いますが、あの48を悪く言うこともないですし、あのそういう理由があってなので、ちゃんとお偉いさんとお話しさせていただいてこの結果になってるので皆さん安心してください。そしてですね、なんかカラオケのイベント今日からあのあと2日しかないんですよ。私このカラオケのイベント2日しかなくて、ツイッターの ID はね変えれるのか変えれるんだけど、そういう時間がちょっと今ないので、その今日ね、今日マネージャーさんからイベントのやつ推薦しといたよみたいな感じのやつが来たんですよ。推薦しといたよみたいな感じのやつが来て、マネージャーさんから。私歌が得意じゃないんですよ、嫌い、逆になんとか私の声はあまり好きじゃないんですけど、ヘチオさんとかも歌は上手いよって言ってくださったりとか、歌は続けた方がいいよって言ってくださって、今回このカラオケのお話が来てしてるんですけど、あの500のみんな、なんかね12月とかそこら辺からやってるんですって。1月とかからずっとやってて、それで今回は私あと2日しかない中で今日バンって始めたのに、あの571位から今4位まで来て、なんかすごい奇跡的な感じなので、ぜひあと2日明日はできるかどうか分かんないんですけど、日曜日までにあの3位くらいには行けたらいいなと思うので、皆さんね、お財布に余裕があるなら投げ銭をしてくださったらすごくありがたいなと思います。私的には、皆さんお財布とかって生活費もあると思いますし、みんな生きていくのに大変だと思うので、お金に余裕がある方で大丈夫なのでぜひお願いします。ちゃちゃまるです。これちゃちゃまる可愛いでしょ、すっごい可愛いの。これね、短パンなんだけど、ジェラピケって書いてあって、すごい、そう、できる範囲でいいので無理しないでください。はい、これは楽しんでやるイベントなので、昔はちょっと苦しんでやってたところもあったんですけど、スクショ撮りますか。私ももうそろそろメイク落として寝なきゃいけないので、チャチャマル、スクショします。はい、チーズ。ちゃまるくんと写真を撮りました。はい、皆さんね、良いまで連れてきてくださってありがとうございます。またお話ししましょう。壇上読ませていただきますね。いいですか、壇上読んで。須山さん寝てますね、きっと仕事かな。13位からひろくん、32位が柳さん、11位がブラフワネック、30位が鈴木さん。これは9位がマーリコさん、8位がポルックスさん、7位がトラビシアさん、6位がシゲオさん、5位がナオちゃんさん、4位が瀬山さん、瀬山社長さん、3位がミータさん、2位がホソミンさん、1位がナオトさんです。おめでとうございます。はじめまして、初見です。あ、初見だけど初見じゃないね。皆さん本当にありがとうございました。次もね、違うちちゃまるの、ちちゃまるのやつが入ったパジャマとか着るので、皆さんぜひ見に来てください。バイバーイ、ありがとうございました。これどうやって着るの？